今回はカリフラワーのリゾットのようなものを作っていきます。はい、こちらが今回使うカリフラワーです。普通に詰まってるカリフラワーっていうよりは結構ちょっと細めのカリフラワーですね。茎がしっかりついている。ちょっと今回は思ってたより違う仕上がりになるんですけども、できれば実が詰まってる感じのカリフラワーを使っていただいた方がいいと思います。今回はこういうちょっとほっそりした茎がついたものですね。こういうのを使いましたけれども、できればふかふかとしたものを使った方が、雑誌通りに仕上がると思います。茎をむくって書いてあったので一応むきましたけれども、今回のやつは別に剥かなくてもいいかなと思いました。それで一口サイズにカットしていきます。それで冷水にさらすと書いてあったので少しの間つけておきます。米が2分の1カップです。生米ですね。こちらを流水でさっと洗います。普通リゾットを作るとき、米は洗わないで生米からやっていくんですけれど、今回は洗うみたいです。リゾットじゃないんですね。だから多分、はい、で鍋に軽く塩をして、軽い塩味をつけたお湯を準備します。少し味がするくらい。そこに水気を切ったカリフラワーを入れていきます。それで沸騰したらOK、そこに洗ったお米を入れます。このまま15分ぐらいですね、弱火でふつふつした状態を保ちながら、炊いていきます。時折木べらでこうやってかき混ぜてあげるようにしましょう。本当リゾットじゃなくてどっちかというとおかゆみたいな感じですね。なんかイメージが作ってて、あ、おかゆだなこれっていう感じで、おかゆ作ってんなって。これが15分ぐらい弱火で煮たものですね。水分も結構なくなってきて、あとは味付けをして仕上げます。盛り付けます。茶色い皿に盛りましたけれども、仕上げにオリーブオイルをかけるんですけれども、
色お皿だとこの黄色があんまり目立たないかなと思うんで、どっちかっていうと白いお皿に盛った方がいいかなと思いました。チーズもこういう粉チーズじゃなくてちゃんとブロックのものを買って削ってかけた方が絶対いいです。全然違うと思うんで。はい、というかで白いお皿にも持ってみましたけど、やっぱりこうオリーブオイルの色が目立つ方がやっぱ綺麗かなとは思いますけれど、かけすぎだと思うんですけど、雑誌もこれぐらいかけてたんで、雑誌も見た感じこれぐらいかかってたんで結構かけました。はい、ありがとうございました。ラムレーズン。